上、赤塚交番襲撃事件は、1970年12月18日に、東京都板橋区赤塚三丁目、志村警察署上赤塚交番が3人組の男に襲撃された事件。犯人グループは、京浜安保共闘家長川県委員会のメンバーで、和人は警察官に射殺された。日本の左翼運動家が警察官に射殺された、初めてのケースとなった。 前年12月に逮捕された革命左派指導者の川島剛は、この年の春頃から自身の奪還を国外指導部に対して指示していた。国外指導部は様々な奪還方法を検討した結果、川島を乗せた護送車を襲撃し川島を奪還することとしたが、その際に補助的に銃が用いられることになり、交番襲撃による銃の奪取が計画された。 12月18日の午前1時ごろ、革命左派の柴野春彦、渡辺正則、佐藤隆信が、交番に駐在する警察官の拳銃ダッシュを目的に上、赤塚交番を襲撃した。襲撃犯3人は、ゴム放水離なマリパイプ、切り出し小刀、千枚同士を武器に、交番内で勤務中の巡査に襲いかかった。交番の控室に侵入した芝野は、中にいた、 別の巡査長と鉢合わせた。柴野が拳銃を収めていた保管箱に手を伸ばしたため、巡査長は柴野を部屋から蹴落とし、なおも刃物を持って向かってくる柴野に向けて、警告の上拳銃を2発発射。さらに巡査長は、馬乗りになって巡査に狂器を打ちつけている二人に、向けても、警告の上、足を狙って、計3発発射した。芝野春彦が死亡、他二名も、 重傷を負ってその場で現行犯逮捕された。巡査の拳銃からも弾が一発発射されていたが、当人に撃った自覚はなく、乱闘中に暴発したものと考えられる。警察官からの銃ダッシュに失敗した革命左派は、交番の代わりに銃砲点からの銃ダッシュを目指し、翌年2月に、猛火銃砲点襲撃事件を起こすことになる。ありがとうございます。